以上で、えー、各講演、す、え、べ、ー、ての講演を終了させていただきます。本日はお忙しい中、弊社トーマステック主催、ものづくり補助金を活用したタイにおけるシステム導入にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで、今回のウェビナーには多くの方がご参加いただきまして、主催として嬉しく感じます。最後に皆様に2点ほどご案内がございます。アンケートのご協力をお願いいたします。 こちらのアンケートフォームにご回答いただければと思います。先ほどチャットに、えー、アンケートのリンクフォームを貼り付けました。えー、また、こちらのリンクは後ほど私からご参加いただいた皆様にメールでも送付をいたします。本アンケートにご回答いただけますと、本セミナーの資料と、えー、アーカイブの動画のご案内をさせていただきます。ご協力のほど、同じとよろしくお願いいたします。2つ目、えー、個別の無料相談を受け付けております。 ものづくり補助金に興味がある、もしくは補助金を自社に適用できるか教えてほしいなどのお悩みについて、神奈川県中小企業集団市の武田様より個別にオンラインミーティングでご対応させていただきます。ご希望の方はアンケートに記入欄がございます。相談の内容と合わせてご記入いただければと思います。この後、待機時間の14時30分、日本時間16時30分まで Q&A の時間とさせていただきます。 ご質問のある方は Q&A ボタンを押してテキストで入力をお願いいたします。はい、で早速です、ね、あの質問をいただいておりますので、えー、読み上げさせていただきます。実際にものづくり補助金を活用した場合の i r リ p ーター並びにアスクローバーの、えー、ソリューションの金額イメージを知りたいというところで、えー、ご質問いただいております。こちらですね、別、あ、途、のー、で資料をご用意しておりますので、こちらであの解説させていただければと思います。 i r e p o r t e すね。アスプローバー、あのものづくり補助金の対象になるです、ね、ソリューションでございます。でこちら、ですね例えば海外の現地法人向けに、アスプローバ a と i r e p o r t を r 導入する際の金額のシミュレーションでございます。アスプローバ a の例えば APS ライセンス導入支援の費用が400万バーツ、i r e p o r t r のライセンスおよび導入支援、サーバーの費用が250万バーツとした場合に、2つのソリューションを合わせて650万バーツの投資になります。 こちらですね中小企業の事業者の方の場合、ですねこの金額の半額をですね補助として受けることができるため、大体、ね、325万バーツ、日本円でおよそ1300万円の補助がですね受けられるような形になります。 それですね、あくまでもアスプローバーとアイリポーターの価格について、ライセンスの形態と、えー、ライセンスの数に応じて変動いたしますので、ある程度概算というところでご理解いただければと思います。はい。えっ、ー、と、ほかにですね、ご質問をいただいたので、最後ちょっと共有させてください。えっ、ー、と。はい。えっ、ー 社からシステムの購入した場合、こちら補助金の対象になりますかというところでご質問いただいています。こちら、武田様、いかがでしょうかはい、武田です、はいあの。基本的に大丈夫です。あ、大丈夫ですかはい、ありがとうございますあの。申請は日本法人の方で行いますので、日本法人の方でですね、あの取りまとめて国内でのあの。 補助金から海外子会社での補助金を取りまとめて申請いただくという形になります。はい、ありました。ありがとうございます。はい、ではですね。あの質問以上でございます。で、定刻になりましたので、こちらで q&a の時間を終了とさせていただきますえー、最後にですね。改めまして、本日皆様ご参加いただきましてありがとうございます。えー、こちらのウェビナーウェブセミナーですね。定例でえー、開催を予定しておりますので、えー、また次の機会にご参加お待ちしております。 え本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。武田様、井出様、上村様ありがとうございます。どうもご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。